あ、もったいない。ほんと遠いところで貴重ですもんね。そう、氷一個がね。飲みながら汗かきながらやって、そうね、抜けるけんね。なんでこんなウインナーうまいの？不思議ですね。いや、いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃうまいね。うまい。うん、最高。最高。おい、枝豆出来上がりました。枝の豆でございます。うん、真由でございます。熱々な枝豆を久々に食べます。ね、なかなかないよね。うまいですね。うまい。煙が来た。ほんと失敗したわ。キャンパーとして失格ですよ。水側に設置するという。なんか沢とか流れとるやん。沢より反対側の方がいいんで、空気がこう山からこう降りるやん、低い方に。勉強しとったってこれやけんね。わけないね。さあ、現在時刻は7時36分。今日は起きたのが8時半やったかな。10時半に待ち合わせして、荷物が多すぎて15分遅れて出たね、俺は。ちょうど10分ぐらい遅れたでしょ。そう、下道で行って、やっぱね、前の日に完璧な状態で用意しとかなきゃ、しとかなきゃダメだね。もう山の奥の奥ですからね、これは。さっき昼にここに入る時にもう鹿が出たからね。あれ回しとけばよかったなと思って。ほんと静かよ、なんもない。ついついね、ついついカメラ回ると喋る癖なんだけど、別に喋んなくていいんだよ。さあ、カトル線香でもつけよう。なんか蒸し気出したね。シャギーン。よしよし、これで足かゆくなったね。なんか足がかゆくなってきました。うん、ちょっと靴下履いとこうかな。でも負けた気するやん。虫除けでどうにかなんかやな。山ビルファイターまで持ってきたんやけん。昼がおったら嫌やなと思って。これまで準備してたんですね。そうよ、だってもう嫌やん、血吸われたら。やばい、ブリ、なんかマダニみたいなのが足についちゃったわ。本当なんか痒くなりました。うん、マジで気をつけた方がいいよ、ほら。恐ろしくなってきたで。ブーンとかよるし。マジで足痒くなったんやけど。どうした？若干パンパンに腫れてるような気がするんやけど。山舐めたらいけんで、これ。入っとこうかな。ちょっと怖いね。何に食われるかわからんもんね。うん、靴下をちゃんと履きましょう。うわ、鹿や。鹿やろ。鹿しかいない。うん。何や。ぷいっ。ほら、おるで。鹿がおる。マジや。でも。インサート撮れるのね、わし。今一番ええ手羽先を出来上がりましたよ。さあ、手羽先出来上がりました。手羽の先でございます。長州鶏の手羽先、
手羽の先でございます。はい、こう YouTuber の人がよくやるやつ、これ全然ピント合わない。これあった？合いました。これをいただきます。さあどう？めちゃくちゃうまい。うまっ、やばいっすね。うまっ、びっくりするがうまい。うわ、おいしい。続きまして、長野県産スイートコーン198円。こちら皮付きなんでね、皮っていうの、これやっぱ皮付きだよね。やっちゃったね、火が。こういう時はこの松ぼっくりちゃんを入れれば楽勝なんですよ。ちょっと見ててよ。ほら、マズボックリ一発。マズボックに感謝しようぜ。とりあえず米を炊きましょう。米、これに米入れたからどんぐらいだ、指一本ぐらい、指一本やったら大ごとなるか。第一関節ぐらいでしょ。で、なんか30分ぐらいつけんだよね。は、とがんだ、足は。あー、これどうだろう。これすっごい難しいところ。しかも見えんし。よし。ちょっと固めが好きだから。知らんけど。こちらを蓋をして。で、置いとくと。30分後にタイマーが鳴ったら火にかけて、火にかけて15分ぐらいだったっけぐらいでグツグツこう吹いてきたら汁が出てくるんで蒸らすんだよね。はい、そう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 らしいね。ちょっとやってみよう。最近ほらあれじゃん、ジャーを使ってたじゃん。キャンプ場でうちのやばいからね。またうまい米が炊けるんです。そうなんよ。トウモロコシいつ出来上がるのか。さあ、できました、トウモロコシ。じゃじゃーん、うまい、最高。はい。さあ、ご飯が炊けましたよ。どうでしょうか、私めが炊いたご飯。いきますよ。てってってって。いくよ。うわー、見てくださいこれ、絶対大成功やろ。ほら、炊けた炊けた、やれやれ、頑張った甲斐があったでしょ。ほら、これどうなんやろ、うまいんかな。うまいんかなって、うまいに決まっとるやろな。よし、じゃあちょっと食べてみよう。カズヤさん、これちょっとやばいかも。うわー、うまい。最高。もうね、ほっかほくよ。めっちゃ響いてます。ほっかほくよ。アスペク風どう、最高。めっちゃおこげが効いて、いやマジこれベストかも。このままでもうまいもん。今までないですね。ねえ、これちょっとなんかもったいないな。この熱々のまま食いたいけどね。ちょっと私ついにこれいつ食おうかなと思ってたんだけど、もう耐えられません。やっちゃいます。キャンプといえばハンバーグ。
よしよし、これにご飯でしょ、はい、そうですよね。ちょっと聞いてみましょう。あ、もう最高です。ほら、もう間違いない。大遊びっちょら、こらよだれが。よっしゃ、米に合いますね。米にこれを乗せて、じゃあいただきたいと思います。この米米ハンバーグ、うまい、うまっ、やばいね、うまい、これいったで、最高、超うまいよ。うまい、ハンバーグ。さあ、林道アタック行きましょう。緊張するわ。レッツゴー。危ない。こっちなんなんやろ、なんなんすかね、行き止まりやねん。でもなんなん、冒険冒険。めちゃめちゃ綺麗な沢ですね、これすげえぞ。泳ぎて、ほら、めっちゃ綺麗じゃん。魚がおります。いいね。うわ、最高じゃん、これとかやばいね。うわー、綺麗。風呂入りて、最高。うわー、これはいいわ。どう、冷たい？いいね、入りたいね。危ない。めちゃめちゃヴィンテージの帽子が落ちてる感じだ。最高ですよ。